国家団全軍に通達。現時点をもって全ての命令を無効とする。全体括弧の判断で撤退せよ。いいか、しんがりには本隊をつけろ。冒険者たち特殊陸戦隊を優先して逃がせ。不滅隊にも撤退指示を出せ。何、リンクシェルが使えないだ。バカ野郎、足で回って伝えるんだよ。行け。そう、これはもう戦いじゃない。衛星だらけの殺し、黒き蛮神による虐殺だわ。500年前の遠い昔、精霊を恐れ洞穴の暗がりに隠れ住んでいた人々が、長き対話を経て精霊の許しを経て森に都を築きました。エオルゼアを侵略してきたガレマール帝国に対して、我々はグランドカンパニー国家団を結成した。5年前のカルテノの戦いにおいても、皆が財と才を投じ、エオルゼア同盟3として最も多くの戦力を提供した。第7連戦で森は深く傷つき、5年を経た今なお冷え切っても森ません。リムサロミンサは今三方からの敵に囲まれている。しかし国内に海賊問題を抱え、内部が一枚岩ではない。それなのに不赦たちは財を投じて助けようとはしない。武を誇った者たちも動こうとはしない。今のこのウルダハの状況をカルテノーで戦った友達に誇れるのか。私たちは再びグランドカンパニー操縦党の下で団結し、ガレマール帝国と戦わなくてはなりません。誇り高き海の民よ、その力、その技術、その知識を今一度集結せよ。この国難こそ勝機であり、同時に勝機である。精霊の導きとともに、この森に平和を取り戻し、次の500年後の子孫にも豊かな森を残せるようにしようではありませんか。この森を守らねば、森と精霊を追うために。いろいろ聞きたいことはあると思うけど。ありすぎるわ。あなたがエオルゼアを歩く冒険者として何を求め、何になりたいのか私にはわからない。カジノ行きたい。でもこの先も冒険者として生きるためには、もっとエオルゼアを知る必要があるでしょ。そりゃあまあ、せやな。そしてそのエオルゼアには蛮神問題がある。私たちと行動して蛮神問題を追うことは、エオルゼアを知るのに最も近道だと思うわ。丸め込まれた気がしないでもありませんが、冒険は必要でしょう。この島国は全く探索してへんかったから気になっとったんや。思ったよりも広いですね。マップを埋めるのも骨が折れそうです。なんやあれ、カニ、でっかいカニがおんで、みんなで戦っとる。行くしかないやろ、乗るしかないやろ、このビッグウェーブに。この高さから落ちて大丈夫ですかね。 HP は1残るし、攻撃食らったらどっちにしろ即死やろ。かまへんかまへん、どっちにしても美味しい展開や。おお、なんか BGM まで初めて聞くやつですね。33レベルか、間違いなく即死やな。むしろ50ではなかったことに驚きです。範囲攻撃に気をつけながら、チタンだけ入れていこうか。そうでした、今私たちは戦士のレベルを上げています。別に何でもよかったんやけどな。たまたま港町の探索やし、海賊やしで、先鋭職でもやろうかと思って、戦士野郎を持ただけや。
他職のスキル使えるとは思ってませんでしたけどね。効率を考えたら、リュウさんあたりやればよかったかもしれません。おかげでナイトもレベル上げんといかんくなってしもた。弓のサブ職は何がいいんでしょうね。レポート書き終わったら調べてみましょうか。この人数ならすぐ勝つのかと思ったけど、結構時間かかっとんな。忘れてましたが、ここはコスタデルソル。日本語にすると太陽海岸です。南国のリゾートビーチを連想してしまう人も多いかと思います。今夜はカニ鍋パーティーでもしたるわ。討伐までもう少しです。死なないように立ち回りましょう。死にゆとり巻きがおるんも辛いな。人おらんかったら倒すのも困難なんでちゃうの。そのあたりは過密サバなので心配はないでしょう。私たちが強くなってから、ドロップ争いで泣きを見る方が高そうです。お、倒した。倒したで。お疲れ様でした。一斉に立ち去る冒険者たちが、まるで波のようですね。寄り道も済んだし、うちらも探索再開しようか。中ボスっぽいのおるやん。一人で倒せますかね。ダメそうなら逃げるだけや。女は度胸。何でも試してみるもんさ。行くぞー。シルバーに点線ついて目立つようになるやつ。これコンボとかいうやつだったんやな。接近やって謎が解けたわ。横から冒険者がやってきて、二人パーティーになりましたね。ポーションもあるし、タンクの役割はできそうや。見知らぬ他人に、自然と回復をしてくれる冒険者のために、もっと殺伐とした世の中だと思っとったんやけどな。ギスギスし始めるのはエンドコンテンツとだって言われてますから、普通に楽しむ分には問題ないでしょ。いまいちよくわからんのやけど、このフェイトってやる意味あんの。これでもレベル上げられるとか、僕からドロップ何かするとか、利点はあるのでしょうけれど、よくわかってません。フェイトに、コンテンツファインダーに、ギルドオーダーに、なんかわからんのを置く2年か。どれやるのが正解なのか、全部埋めなきゃいけないのか。ほんまやること多すぎて、メインクエスト進めだるで。ボスも順調に削ってるし、勝つのも時間の問題やな。あら、もう一人冒険者が増えましたね。こういう、自然に集まってくる感じがええな。MMORPG やってる気分になれる。よっしゃおい、倒したで。お礼言って。別の場所を探索しましょうか。なんやこいつ、今時三流の芸人も来ないなこと言わんで。めちゃくちゃ怯えてますね。うちやったら速攻警察に電話しながら逃げる。スラでもかぶせたん、一瞬で切り刻んだんでしょ。髪の毛をボディーペイントまでされとるんやけど、スタンプでも押してあげたんじゃないでしょうか。で、この髪の毛はいつ実装されんの？直樹さんに聞いてみてください。顔が知られてないカリスマ美容師と急激に視力が良くなった新生マダム。一度でいいから見てみたい。マダムが人生変わるとこ。いちいち効果音やめや。笑ってまうやろ。あ、このマダムちょっと可愛い。お前は何に納得しとんねん。なんやボス戦か。こいつなら勝てんで、時とか止めてきそうな立ち振る舞いですね。普通に考えたら髪の毛変更できるようになるんやろうけど、斜め上で。えな、今こっちが喋ってんねんか。まあええわ。とにかく髪の毛切れる権利くれや。ちょっと待って。ランダムに髪の毛変更とかやったら切れんや。あれ？散髪する権利を拾わせるカリスマ美容師の靴。そしてこの立ち振る舞いである。髪の毛はいいから胸を切り刻んでえぐってほしいのかな。予約に忙しいやつが来ないなところで油売っとんのや。そういえば宿屋に呼び鈴ありましたね。ちょっと気分転換したい時にでも切ってもらおうか。ジャンドゥレーヌさんありがとうございました。出口はあちらになります。気をつけてお帰りください。以上、
事の端前のエオルゼア探索でした。次回は砂漠の町ウルラハでお会いしましょう。それではまた会う日まで。また見てくださいね。バイバイ。